お前空気入れどこやったんだよ空気入れだから奥にあるって奥の方に奥うん最近買ったのになあ俺あれないとお前ストレッチできないよなんでえなんでちょっとお前これ上の方にあったんじゃないかお前いや上じゃないって多分その下のだよお父さんお前ほら届かないだろつるつるお父さんつるよ、うん、お父さんつるここつ、うん、るよつっちゃうよ 取ったくないとる多分ないって下の方だって下の方うん、うん、お前なお前昔な押し入れに入ったらもうすごい怖い怖いって言ったけどお前お父さんうんなあ、うん、お父さんが怖いわ見つけきられるんでこれえっ怖いのこれ暗くて怖いのここお父さん怖いお父さん怖いよ知らないよちょっとお前もう困ったなお前どうすっかなお前これ お父さん困ったな。もう、<laughs> お父さん困ってるよ。もう、お父さん今困ってる状態ですよ。分かったよ。<ー>もうちょ,ちょっと、のいて。もう、のいて、ちょいちょい、あの、くさいな。扱いの、扱い,ろ扱いろお何もうん、もういいなあ、これ、お前、ずっと、こればっかりいじってから、お前。え。 いや見てないよ見てないよ完全に開いてたでしょ開いてないよなんだよ開くとはちょっともうやめてもうやめてお母さん言うよお母さんだけには言うなよお母さん結構怒んなからお前そういうこと言うとお母さんに言うからねもういやお母さんだけには言うなよお前帰くからそれっちもう行ってきてよもうじゃあ空気で空気で帰っから空気で帰くか空気で帰く あら、藤本どうだったっけないや、藤本の場所忘れないでしょ <laughs> 毎日行ってるよあそこに空気ある,あるある、はあるお父さん、方向音痴だからな方向音痴じゃないし <laughs> あら、お父さん毎日行ってるし、藤本,藤本急に忘れたな、藤本、お父さんもう藤本…もう藤本お前の運転じゃないといけないな、これは今日はない、それもちょっと急ごうか 行くよ早よ。もうちょっとねちょと触らないでちょっとお父さんと行こうじゃないか。やめて。おちょっと触りすぎ。お父さんと行こう。ちょっと触りすぎ。ベタベタ触りすぎ。ヌルヌルしてるなんか湿ってるよなんか。え？湿？バカ倉庫の話だろ湿ってんのお前これか。やっつかるよ。それも買いに行こうか。いやいや。あの除湿のやつ女室のやつ。じゃあお父さんのとこにも女室置くか。 置いたほうがいいと思うよおかしいだろもそんなもんお父さんの除湿のやつ持ってたらお前実際はでも置いたほうがいいぐらい湿ってるよおかしいよお前これ持ちながら弁当売ってたらおかしいだろもお父さんがお前知らないよそんな何の湿気取ってるんですかって話になるだろうも知らないよ自分の湿気でしょお前娘が言うことじゃないぞお前湿気いや言うでしょ湿気だよお前娘だからこそ言うでしょ湿気で言っ湿気だよお前それははぁうまいうまくないよ湿気ねうんあー 何で2回言わせんのお父さんに <laughs> もういいからカラッとしてるよお前もう探してカラッとしてるよお父さんは結構いや知らないもういいから揚げのポイントはお前最後にサクッとあげてカラッとあげるってことなんだよお前知るかよもう行くぞいや行かない <laughs> お父さんの行こうやないかもういいお前空気入れようやないかお父さんとお父さんとこうやってこうやって空気入れようやないかお父さんと、まあ バランスボールいらないよもはや空気入れこれお前こうやんだよお前こう <laughs> もういらないじゃんバランスボールそれ十分運動になってるしバランスボールはお前ここにお尻のせてこういらないなバランスボールバランス取りづらいお父さんな結構もういらないじゃんちょっと形立ってみろよお前嫌だもういらない空気入れなあえ <うん S 2> え？え